さあ始まりました、ジョックロックプレス。ジョックロックの福本優勝です。ゆうじろうです。趣味を探そう。はい、趣味ということで、はい、まあ我々、うん、まあたまにですけど、うん、まあ、結構そのラジオとか、はい、まあテレビ、うん、みたいな出させてもらう機会があるじゃないですか。ありますよ。その際、まあアンケートがありますっていうのが、まあほとんど、まあ、書かなきゃいけない。そうですね。まあそのプロフィールであったりとか、うん、なんかこんな話ありましたかとか、うん、そしてその MC の人との関係性とかいろいろあるんですけど、まあ、絶対にあるのが趣味特技あります。この欄絶対あるんですよ。もうどこでもついてきますよ。はい、その際に、うん、うわー何かなみたいな、大体その欄を最後に残す。はい、毎回そうです。でまあ格ゲーとか、うん、まあやったりしてるんで、書いて、でもこれ話広がるかなみたいなとかがあって、まあ僕もそのなんか、うん、そのネタ書き芸人特有 の、うん、その書いてない方に、お前なんか特技身につけろよとか、うん、なんか趣味とかやったらっつって、うん、その私生活を、うん、まあ、縛るようなことを言ってたんですけど、うん、まあまあこいつがもう何もやらないんで、もうなんかねもう言ってて、もうなんかね、いやいや、やりますよとか言って、もうやらないんで、もう僕やりますわ。あれ、もう自分がやったら早いやろ。あ、そう、もういいじゃない、うん、いい心がけじゃない、まあ、まあ、そういうのもあるんですけど、うん、普通にちょっと趣味欲しい。そっちちゃうん、うん、そっちじゃない、まあ、どっちもね、なんか、まあ、まあまあ両方得になりますね。なんかね、やっぱもう本当に最近ちょっともうネタしか書いてないというか、うん、もうまあちょっとなんか舞台とかも増えてきてるっていうのもあるんで、うん、まあ時間がないっていうのもあるんですけど、はい、なんか本当にね、もうなんか喋ることが何もない。ないよな、多分な、そうなってくると。だからもうなんか合間でなんかやって、うん、なんかその喋れるような趣味っていうか、もう普通に暇を潰すでもいいけど、それもなんか、うん、まとめサイト見たりとかさ、TikTok 見たりするぐらいだったら、うん、なんかした方が絶対楽しいし、そうね、その身にもなるということで、いろいろそういうのね、その趣味を、うん、探すことを趣味にしたいなという。ああ、いいじゃないですか。気持ちがあるわけですよ。なるほど。それで、うん、まあちょっと手始めに始めてみたのが囲碁ね。囲碁、囲碁、 IGO 囲碁。これをまあ囲碁、うん、存在はみんな知ってるじゃないですか。もちろん。でもルールとかあんま知らないでしょ。まあ正直囲んだら相手の取るみたいなぐらいしか知らない。そう、俺もそうでした。うん、でまあ、うん、囲碁アプリ、うん、まあ、初めての囲碁みたいなのあるやろと思って調べたら、うん、その日本棋院、そのオフィシャル棋士、棋の棋院、はい、みたいな囲碁協会みたいなとこが、うん、まあ、公式で出してるアプリがありまして、でそのなんか初めての囲碁みたいな、なんかその日本地図みたいなのがあって、ここを制圧していくみたいなゲーム形式みたいなさ、なんか、そうそう、なんか江戸みたいな、まあ、もっといろんなとこやらないんだけど、行ったらステージ行ってなんか侍みたいなやつがおって、なんか囲碁のルールを学ぶとともにそいつらを倒していくみたいな。それを日本棋院が出してんの？日本棋院かどうか忘れたけど、日本棋院みたいなところが出してるんですけど、それやってルール覚えようと思って、うん、やって、うん、じゃあなんかそれこそ囲もうみたいな、囲んだら取れるよみたいな、はいはい、で1個あって、それここ囲めるかなとかやって、うん、まあこう4つやって、うん、やったねみたいな。ああ、なるほどなるほどつって、じゃあステージ2つって、はい、今度はこの石が2個になったからこれを囲んでみようつって、うん、はい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 、やったね、うん、じゃあ次は3個、長いねもうそれは1個でええやろ。一緒やもんね。結構ありがたいんですけど、うん、そのチュートリアルが細切れすぎてなんかもうスパスやか、それをほんま47都道府県みたいなことやる、ね、ステージ多いな。それに逆算で振り分けてるから一個一個のチュートリアルが細かすぎて、それ何回これやらせんねんみたいな。いやだからそんぐらいやったらもう身につくんですよ。いやだからほんまの修行というか、うん、なんかそのなんかさ、中国憲法のさ、うん、なんかカンフー映画とかでさ、
もうなんか弟子にさせてくださいとか、はい、分かったとか言ってやって、こんなので本当に強くなんのかよみたいな感じで、俺はもうやさぐれ弟子みたいな感じで、早く戦わせてくれよ、ほんまに俺もう強くなってんだよ実戦でよ、必殺技打ちたいと。それを無視して、うん、なんかそう一応戦うみたいな、ね、コンピューターの対戦みたいなのって、うん、もう囲んだら取れるんだろ分かってんだよつって、うん、レベル1ってやったら、うん、で適当にやったら勝てて、ああまあ俺やっぱ強くなってんだよつって、レベルがまあ5、6ぐらいあんねんけど、はい、レベル2やってやったら1回も勝たれへんレベル2に、あ、2で勝てへん、2に全く勝たれへん、1は勝てるのに、1は1も何回かに1回しか勝たれへん、あだから俺は修行が足りてない。そうですね、囲むしか知らんもんな。いやでももうちょっとやってんねんで、あもうなんかもうこう端にやってみたいなのやってんねんけど、それも何回もほんまに反復で教え込ませるような、だからこれやったら強くなれんねん、ほんまに。47はもうやったんですか。やってた。ああ、そうやらない。しかも47の1個につき10個あんねんで。ああ、多いなー470。そう、うわー、10個からでもなんか7、8個ある。そう、1個につきめっちゃあんねん、結構。あ、まあじゃあ1のそりゃ3とか3、1の10とかもそれはもう知ってるわみたいなのけど、3の4ぐらいからもう結構知らんじゃん。いやでも、うん、3の1で、あ、やっと新しいの来たってなったら、その3の、その10ぐらいまではほとんど一緒やん。あ、そういうことか。ちょっとずらしで。で、もうちょっと先行ったろうと思ったら、うん、なんか、錠前マークみたいになって、これもステージはまだ解放されていませんって、順応ってやらないと、地道に。老子、老子、俺に早く実践を教えてくれ。いや、ネタ書きだって一緒でしょ、それ、いきなりね。M1 決勝ネタを書けるって書けないじゃないですか。10年以降の集合せなあかんってこと。まずは、NSC ネタ見せの2分。で、うん、で1回もうなんか、コンピューターともなんか分かれて、1人で打って、10年後ぐらいになんか若い、なんか、うん、以後やってるやつを見つけてきて、そいつと二人でやらなかったこと。そう。おー、さすがにそれは。以後に10年かかります。最悪でも、かかりそう、普通に、以後は。はい。いや、そう、そういうのもあって、まあ、以後も、まあ、ちょっとやれて、それこそ目標があって。あるんや。俺はその、光の語っていう漫画が結構好きだったんですよ。あー、はい。読んだことある？よ。まあ、一冊だけ。一冊だけ？13巻を1冊だけ。うわ、あるけど、俺も実家にドラゴンボール6巻だけあって、それ何回も読んだけど、それ。その話だけめちゃくちゃ覚えてるみたいな。鶴橋のブックオフが閉店セールで 90% オフしてる。あるなぁ、それ。余ってたから、1冊。俺も マリオくんのなんか10巻だけあるとかあったわ。10円で買ったやつ。みたいな。あって、その光のが当時結構俺が小学校ぐらいにやってた漫画 で全く囲碁のルール知らんのにめっちゃおもろいっていう、うん、でこれを囲碁のルール完璧に理解して読んだら倍おもろいんちゃうかっていう、まあ、この目標があってやってるんで、まあ、その一応やり続けはするんですけど、うん、なんかもうちょっとなんか探したいなっていうか。なるほど。そう、しかもやっぱ俺が今までやってた趣味ってさ、その小説とか、うん、まあ、音楽とかもあれやけど、まあ、映画とかさ、見る、何か受け取る趣味ばっかりやったからさ、そうだな、なんかやるやつが欲しいなと思って、やっていくうちそのノウハウとかコツとかをその自分で それこそ身につけて成長していく、うん、これ成長していくっていうのはその梅原の教えやねんけど。ええわ梅原。もうまた格ゲーのお話になるからさ。まあ、その日々毎日成長する、成長が楽しいわけ。まあ、そうです。なんかそれこそいろんな、まあ、その突き詰めるのはその時間もないしあれやけど、その最初の初心者から中級者ぐらいまでのやつをなんかいっぱい欲しいなっていうか、うん、これルールこんなんやねみたいな、ちょっとある程度そのなんかセオリーを知ってることがいっぱいあったら楽しいんじゃないかっていう。そうですね。でもオセロとかも劇場で流行ってる時にやってて、やってるうちに結構コツ掴んできて、まあまあまあ、結構まあ やってるやつよりちょっと上手いみたいになって、それ楽しいじゃないですか。そうですね。でなんかないかな。あ、まだ手つけてないやつってこと。うん、なんかそのやれ、パッとやれって、まあ、パッとやれんでもええねんけど。まあ、それこそギター。ギターね。ギターってもうみんなまあ大体こういう時に1個目手つける。確かに。で、やからみんなやってるからやってないじゃないですか。うん、もちろん。けどやったらやっぱ楽しいと思いますし、それこそギターやってる人口は多いから語れたりするかもな。まあなあ、それこそまあネタにも使えたりするっていうのもあるし、ギター。まあ、楽器。楽器な。
楽器はやっぱどれかはねやらな飽きまへんのちゃいますか。うん、やっぱでも結構やっぱ芸人が通ってる道というか、やっぱいろんな、その中でもやっぱ考え事は同じというか、楽器でもギターはな、まあベースドラムどうなんやっていうので、やっぱいろんな人が手つけてきたやんか、その、うん、で一回見たらテルミンって知ってる？知らないです。テルミンっていうこのこういうのが結構メカメカしい機械で、ここから電磁波みたいなのが出てて、なんかピーってストなって、ここ手かざしたらそれなんかもう遮られて、うん、なんか周波数が変わって、みたいな、すごっ、それで演奏するっていう、すごっ、そんなに手を出してる人もいました。テルミいくらかかんねんそれ。テルミやろうか。いやすごいけど、そのだって知らんもん俺。確かに、やっぱ清川くんがやりそうなやつを先回りして全部潰したのか。そうやな、まだ誰もやってない楽器が一番さらいいけど、結構やってるよな。まあな、みんなその考えに至るから。うん、まあ確かに楽器はそれこそパッと弾けるっていうのもでかいよな。やってるんですっつって出してきてなんかやれるみたいな。トライアングルとかなんか、ああ、もうめっちゃ突き詰めたらどうなのかな。トライアングルで普通はさチーンとかやけど、それでなんかもう音階とか、あ、じゃ音階出せんの、あれ出せないんかな。あれのさ、なんか星型みたいなやつないかな。あ、それでなんか全部音階がありそうやけどな、なんか自作でできひん。すごすぎるやん。鉄矢言って鉄矢鉄矢で何鉄矢って鉄でしょ、多分トライアングル鉄なのかな、わからんけど、まあアルミ合金、あ、まあなんかオリジナルで作っていろんな音、自分で楽器を作って演奏する、もしくは自分を楽器にするっていう、まあ原太鼓、うん、いいあるけど、ボディーパーカッション、ボディーパーカッション、なるほどな。まあ楽器は確かになありやねんよな。確かにやってる間やっぱ楽しいから上達もするし、うん、それこそ俺一回こと言ったことあるから、けん玉をめっちゃやった時期があって、あ、そう、コロナ禍でその1週間で初心者が何でも上達するみたいなチャンネルをやって、30回ぐらいしか再生されなかったからやめたっていう経緯があったんですけど、その1週間けん玉をめちゃくちゃ練習してどんだけ上達するかっていう、うん、1週間やったらだいぶめちゃくちゃ上達した、するだろうな。もうなんか玉を持ってこうこうやってこうやってなんかなんてこうやってパンってやるみたいな、天中殺っていう、エアスパイルで、そう、こうやってこうやってスパーンってやるやつ、普通にできるようになったから、ね、1週間でもうできひんけど、あと、まあ、それこそ将棋とかもあんねんけどな。まあボードゲームな、まあな、あと1個狙ってんのがそれこそミニ四駆、うん、とかその作る系、あ、プラモデル、うん、なるほど、とかまあ普通にプラモ、まあ城とかな、あとパズルだとか、まあ、並行してやるって意味で盆栽、あー盆栽な、盆栽ちょっと興味あります。いけばなんではなく盆栽、いや俺狩屋崎ちゃうから。そこまで誰が狩屋崎やねお前。いやもっとおるよ、ヤング狩屋崎って、お前狩屋崎さん、狩屋崎さんもなんか30代ぐらいの時こんなやったんちゃう。いやそんなことねえやろ。ヒゲ生やしてる。いや、ああいう人意外と若い時ヒゲやったりするから。誰が狩屋崎やねん。狩屋崎維持にしたつもりはなかったんですが、じゃあ何、いや普通に生け花とかであるよね。まあ確かに生け花もええな、うん、盆栽って結構高かったり、いやでもやっぱそれこそ、まあ、裾が広がってるか、いや今宮恵比寿の賞金盆栽盆栽に盆栽吸い込む、なんか7万ぐらいの盆栽買ったな。初手で7万やりすぎちゃう。いやそれめっちゃ大事にすんじゃん。ああそういうことか。ほんま波平みたいにこうやってやって、そのまだなんか何話公園とかからのかきにってもうそのなんか若き大谷翔平みたいなやつがすごいなんか800メートルぐらい飛ばしてるボールが俺のマンションの窓からパーンって入ってきて、割ったら俺そいつのことぶっ殺してしまうかもしれない。そんなんめちゃくちゃいいエピソードだけど。いやそういうやからまあなんか常設というかさ、ああなんかそのなんかやる系の他にもなんかこのめでる系っていうのもあるやん、いっぱいやりたいっていうのもあるから、苔とかな、苔な、苔を育てる、あ面白いけどな。で俺がほんまにやりたいのはアクアリウムやねんな。
あ、何やったっけ、アクアリウムって。まあ、その水槽、魚とかです。ああ。俺も水族館がめちゃくちゃ好きやねん。あ、そうなの。だからそれこそ1年目か LSC の時にいおりと海遊館行って2人で年パス買ったりしたから。いいえ、それ何回行ったんですかね。3 元は取れてるん。いや、3で取れたんちゃうかな。取れるぐらいは行ってんけど、やっぱめっちゃお得やねんけど、あれ3回行ったら別にええもんね。いや、でも、まあ、遠かったからあれやねんけど、俺もマジで水族館好きやから、まあ、面白いですね。うん、なんか癒されるやん、うん、やっぱ俺水と魚が結構好きやから、それを家でやれたらめっちゃええねんけど、やっぱ生き物買うっていうハードルがちょっとまあねあるから、まあ、まあ、お金もかかりますし、あ、それ盆栽まあ、結構ええかなと思ってんだけどな。盆栽をしてますで、まあまあ喋れるか、別に、うん、やっぱ絶対世界があるはずやから、界隈のさ、あ、そう、なんかセオリーとかルールとか、確かにね、そういうのやっぱ知りたい、バランス、うん、ここは実はこうなんですみたいな。あ、俳句とか。俳句な、いや、でもそれはちょっと考えた。プレバトでようやって。いや、確かに俳句はありやな、ちょっと、ま、結構センスありそうじゃないですか。うん、だから正直俺らのネタも俳句みたいなもんやから、リズム、そう、ここの1文字削って、ここのこうやって、ここを逆にこう持ってきて、この言葉遣いみたいなことを俺はもう俳句的な感じでずっとやってるから、どのネタにもやっぱちゃんと季語が入ってる。うん、そう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 、毎回そのヨーヨーはどこの季語やったっけ。季語じゃないんですけど、夏かな、夏の季語。そう、まあ確かにな、俳句はめっちゃありやな。それこそまあ、うん、おいお茶川柳とか、まあ、川柳とか、出す、うん、出すとか、サラリーマン川柳、うん、それはかなりあり。まあ、俳句単価優先したらおもろいな。うん、俺は結構自信あるけどな。お、俺多分できると思う。できそうっすよ、普通ネタと一緒やから、その優先するレベルの、うんうん、確かに俳句はありやな、ね、あれどう、何がやろな、その俳句と川柳と短歌って。まあ俳句ちゃう、一番メジャーなんは。でも多いお茶は短いし。まあでもそっか、俳句、プレバトは俳句なんか。あ、サラリーマン川柳とか言うな。まあ、あれは季語入れてないからな。そういうことか。うん。だから川柳だろ。俳句が、あれどっちだったっけ、俳句が五七五で、短歌が五七五七七やったっけ。逆か。そう。あ、そうやんな。短歌の方が短いと言いつつ長いよな。うん。それ覚えた、それ。これ短歌やけど、長い年齢みたいな。そうなんだっけな。いや、それはかなりありやな。面白そうやな。うん、読むか。いいね。だってどこでもできるからね。即興俳句。確かにそれはすごい、ね。M1 グランプリ決勝戦。うん、ネタお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、やってみてどうでしたか。ちょっと一句読んでいいですか。一句で。あ、そう、うん。まあなんかそんな風貌してるもんね。はい。じゃあお願いします。漫才は4分間の宇宙かな。おおおってなる、ね、うん、おおってなるんだ。まあまあまあ、でもいいんじゃないですか、今から。見たことないよ、確かに。なんか銀字マス的な感じで読ませていただくよみたいな。エロ俳句やっけ。確かにあれはすごいよ。まだ俳句の人おらんの。確かに、あれって詩吟か。詩吟ってさ、ただやってもなんか別に今みたいな感じになるけど、やっぱエロを入れたことによって。エロが素晴らしい。あれでも確かにそう考えたらなんかエロとかいんのかな。なんか乗っける。うん。叫び俳句。ああ、なるほどな。ああ、あれで。最後だけ叫ぶみたいな。風流ちゃうやろ、あれで言ったら。ぶち壊しなるやろ、俺の言い方で言ったら。だから自分でボケて、1個目でボケて。いや、でもなんか。振りボケ、ツッコミ叫び。まあでも、七七やった方がおもろいけどな。まあまあまあ。そっちでなんか落とせそうやから。あ、でも、プレバトって七七なかったっけ。ないか。まあ、アルバムもあるんじゃ、どっちもしてたりするんじゃ。俳句と短歌。確かに結構プレバトは出たいっちゃ出たいな。いや、出てそうな感じはしますけどね、うん、結構。あと1個あんのが、
自作のクイズ、とか謎謎とかを作りたいなっていうのはある。結構さ、まあいろんなバーとかでさ、うん、その流れになるときある、ね。なんか謎謎ないとか、とかそうクイズないみたいなんで、それを俺が自分で作ってやつを出す。めっちゃええやん。これめっちゃええやろ。めっちゃええ。そう。それオリジナルやからさ、そのキャラを確立したら、でめっちゃ持ってたら。確かに。どこでも出せるし、でいいことやったらおーってなって、うん、めっちゃ盛り上がるという、これ考えました。なんならバズるかもしれんしね。うん、あのもう昨日ちょたまたま X かなんかで流れてきて、お、そのオリジナルの謎かけしてる人、謎かけとかうまい文っていうかうまいクイズしてる人流れてきて、あ、すごいな。あんなんも多分コツさえつかめば量産できると踏んでんだよな俺は、うん。あれはなんか絶対パターンがあるはず。うん、いいですよそれは、うん、みたいなことをちょっとやっていこうかなという。お前はもう何もすんな、俺が全部やるわ。俺はなんか、まあ、最近絵描くのはちょっと好きなんですけど、うん、なんか変な描いとったなメッシのやつ、まあ、あれはほんまに、あれは一番恥ずかしかったんですけど、うん、あれはマジで NSC 生みたいなことやってるなと思って、なんか一年目マジであれ投稿した瞬間あれめっちゃ恥ずかしくなってきたみたいな。なんかでもなんかはずとかより、うん、懐かしいって思った。なんかいやうわーこんなんなんかどうやってなんか面白さみたいなのを出したい出したいで衝動でやってるやつこんなんおったなみたいな。一番恥ずいのがもうメッシの頭の上にメッシを書くっていう一個目すぎる発想。いやそういうことじゃない別に。あれが恥ずかしかった俺は。正直あれがめっちゃおもろかったとしても、うん、まあ恥ずいは恥ずいよ。あーもうそう投稿してる時点でなんかそのまあやってんなという感じがすごいですよ。あれ知ってほしいね俺。もう次の日ちょうどラジオあったからさ。いやそうそう、そこに書いてそれこそアンケートに、うん、長々書いてもらって、そう俺のやつが3行ぐらいだったけど、お前のやつパッと見たらそれのことがもうマジで14行ぐらい書いてあるんで、こいつ何を長々ちょうどあっこで消化したかったんですよ僕のメンタル的に。削除はしてない。削除してないですよ、うん、それ削除したら終わりやからね。あれ結構黒歴史自分で作っちゃったな夜中でなんか出そうと思ったし、まあまあいいんじゃないですか七点抜刀、うん、まあまあまあやっていきたいですね。そんな感じでね、なんかまあ人生もね、それこそもほんまにその出すとかあんま考えずにというか、うん、なんかまあ勝手にやってるぐらいじゃないとまあ続かないんで、うん、それも逆そのお笑いになんか生かそうと思いすぎてるからもうみんなやめていくわけでも、勝手にやってるぐらいのスタンスで、レベルとかあんま求めず、うん、クオリティとか多分、まあ、そこはもうその自分の中のあれでもうなんかお笑いに生かそうっていうのを無視して結構なんか適当にやりたいことをやっていきたいと思います。いいじゃないですか。じゃあいつかそういう時も来るかもしれませんということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。